小野です。堺です。さ行きましょうか。質問。溢れる作品の管理方法。溢れる。溢れちゃう。なるほど。書いた後の。いた後絵とか。絵とか。うん僕は困りましたよ。本当に<ー>油絵だったんで。ああ、そうか。は油絵は大変ですね。ハリケーンってこんだけある。 厚みがあるんで、それをこう家でガーッと並べていくとあっという間に壁た状態はダメですよね。剥がすとでもあれなんですよね。もう持たないんですよね。確かに。僕も今、まキャンバス貼ったやつとか、パネルに紙貼って描いた絵とかになんか、ま部屋中ばーってもう選されてますけど、倉庫みたいな。<laughs> 感じでそうまず押し入れはいっぱいいっぱいみたいなそうですねでも受験生の時はデザイン科とか、うん、日本画とかは、うん、まあ基本その貼ったまんまにはしないから、うんまあ、ある程度こう圧縮できますからね。に、はいはい あの溜め込んでいって、うん、押し入れがいっぱいになるなんていうことはないと思いますけどいや1年間デッサンでもそこまで分厚くならないんです,よなななんですねあふれないですよねあふれないですね押し入れが溢れるって相当もう,もう10年やっても押し入れは溢れない溢れないですね紙の場合はそうですね紙の場合は全然まあボードボードも結構邪魔になりますねまあボードはちょっと邪魔だけどボードはあれですよねあの 重さがすごいことになってきますよね、うん、殺人レベルですよね崩れてまあなるべく、だから僕は受験生のときは、うんうん、年間1枚とかしかやらなかったかな、ボードは。ボードは、はい、まあ高いし、高いですね。でも、そのなんか工夫とかしてたんですか、その浪人してるときに作品の管理に関しては。うん、単純に積んでただけですか、うん、単純に積んでましたね、僕は。 見返ししたりとかもしないあ、まあ、あの書いて、うん、その書き終わったものは壁に貼るようにはしてました一定期間というのかなあのあ<ー>すぐにしまい込むんじゃなくて吉、うん、ししにかかわらず必ず壁に持って帰って貼って、うん、まあ眺めて、うん、まあ数日経ったら新しい作画ができるから貼り替えてみたいな感じでえその習慣はいつからなんですか その習慣はねいつからからなまあ浪人してからぐらいですかねもう,もうちょっと早かったかなあじゃあ浪人の間結構ずっとずっとやってましたねずっとやってたし、うん、結構人にも勧めてますねこれは誰もができる、うん、結構効き目のある方法だと思ってますな何に効くんですか何に気づくとかうーんなんかその、うん、まあうまくできた絵にかかわらず、うん、必ず毎回貼る っってていうのはそのは必ずななんんかかそのしばららく経ってからも見るることになるんですよ例えば次の日とかその次の日とか,なんか朝起きたらパッと見えたりなんか帰宅して部屋に入ったらパッと見えたりまあそうやって壁に貼ってあるとふとした瞬間に目に入ってくるのでそうやって見てるとですねなんかあの書いてた時には気づかなかったようなあれここ変なら直したいみたいなそういう感情が芽生えるんですよね。 欲求みたいなものはい、はい、こうした方がいいんじゃないかなみたいな,、はい、なんか3日とかあとでも、うん、そんな別に3日で成長してるはずないんだけど、うん、なんかその書いてる時は思わなかったことを思うんですよね何んん、うん、かここ直したいなとかそういうことがなんかそのなんとなく自然発生的に自分の中に芽生えるってことがすごくいいことなんじゃないかなと思って次の絵はじゃあそこ気をつけようとかそういうことを あの感じて、うん、で次の作品ではそういうことを気をつけてでやることって、うん、その先生が何かを言っこうしなさいと言って、うん、あとあじゃあそうしますって言ったアドバイスとかとは全然違うきき目があると思うん、ね、うん、うんでですすすよよね内側から出てきてますから、ね、そ,うそ,うそうなんですよだから「先生何言ってんだろう」みたいなことって、うん、あのアドバイスだと起きるんだけど。うん 自分の場合ないんですよねここ変だなって思って直そうだからだからそういうまずは自分の満足を最優先して次の作品に挑んでいってっていうのは先生の言ったことで「えうなのえっ?」とかんか逆に思うとか逆のこと思うとかそもそも何言ってるか分かんないとかそういうのが。 ちちょいちょいいあると思うんですけもそういうことに悩む前に自分が、うん、あの自発的に思うことを徹底的にやればいいと思うんですね、うん、それがやり終わってから、うん、あの人の話聞いてもいいかなとも思うんですよね、うん、な何していいか分かんなくなっちゃったからじゃあちょっと先生がこう言ってるからやってみようかみたいなうん,う,んう,んうん。 こう与えられるのを待つみたいな姿勢じゃなくてもっと能動的にやるっていうのがすごく大事な気がしまあ確かにこう現物がバーンって貼ってると家だと結構な大きさなわけじゃないですかあの圧迫するちょっとこう横目に見てもでかく存在してるんで逃れられない逃れられないですもんねスマホだとこうスワイプすれば消えますからねシャ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 と。 そ,そうなんですよね。<に>やっぱり大きさが実物大だから自然とそのそう拡大しなくても肉質が見えるので、うん、やっぱりそういうのも影響あると思うしそうですね。うん、現物って強いですからねやっぱり、うん、あとそのやっぱり起きて目が覚めて見るとか、うん、家に帰って部屋入ったら見るとかっていうのはその見ようとしてなくても見ちゃうので、うん、その。 客観的に慣れやすすいんですよねそうですね、はい、あの制作中ってやっぱ客観的になかなか慣れないからそういうふとしたなんかこうなんていうかなニュートラルな気持ちの時にパッと見て「うん、あれ頭でかいか?」とか、うん、なんかそう,いう感じた感覚って結構合ってるんですよねああそうですね、はい、なんかこう絵の具とかもなんでこんな色使ってんだろうみたいなあと、はい、でこう。 こんな色の飛ばし方したら画面が悪くなっちゃう、うん、なんであの時俺は気づかなかったんだろうみたいな、うん、後から思いますよね、えー、うんまあそれはだからちょっとずつちょっとずつやっぱり新たななももののが見えてきてきかもしれいですねそうですね、うん、不思議ですよねだからあの普段の,その大学に入ってからの制作でもこう何枚か立て続けに書いていって、うん、まあ一旦置いとくみたいな形でて。<laughs> <laughs> でパッと見てみると親、はい、っていうはいはい、はい、ここ直したいって思いますよね <laughs> <そう>。だ <laughs> その置きをわざとやるみたいなことしますよね。しますします。これはちょっとここまでいったから一旦置いといて、うんうん、他の政策を進めて、はい、で他の書いた後にもう一回戻ると、うん、あららら、うん、<laughs> あらららこれダメじゃん、ね、みたいな。 そうなんですよずっと書き続けるとやっぱりその受験の時だけじゃなくてその何日にもわたって自分の作品とかって書いたりするとずっと書き続けるから本当にわかんなくなるときあるんですよねこれで終了でいいのかとかもうちょっと細かく書いた方がいいのかとか終わりがわかんなくなりますら わかんんないんですよねこうこ。すごく細かくなっちゃってる時とかあって、うん、そんな細かいこと意味なかったってなんか23日後に思ったりする何 <laughs> であんなに近めでこだわってたんだみたいなもっと大事なことあ,、うん、あるだろうっていう優先順位おかしいぞっていうなんかそういうことにふとやっぱ気づいたりするんだけど。うん なんか例えばこう7時間8時間をその絵をいじり続けちゃったりすると、うん、だんだん分かんなくなってる状況なんで寝ようとかして、ね、<laughs> 翌朝、うん、目が覚めたら、うん、パって見て「うん、あいいぞ」とか「あれ何に悩んでたんだ」みたいな。うん なんかそういういこともあるので。あこれ中途半端だけどちょっと置いとこうかなと思って、うんうん、そのまま終わりになるとか <laughs> あ意外と良かったこれでいいじゃんみたいな、うん、まあ逆もあるし何、ね、か気になるなとか毎回次の日も何かやっぱこのままだと気になるなみたいな、うん、やっぱ何かあるんだ原因はとか。うん ちょっと何かやってみようとかう <ん S 2> それでやったらあーこれだったーみたいな <laughs> よくなったーみたいなはは <laughs> <laughs> はいはいはいしばらく寝かす効果はありますよねうんうんあとすごい過去の作品に対してなんかこうものすごい恥ずかしい気持ちをふう,ふうみたいなのってありませんでしたえーうーん受験の時はなかったですけどああそうですか。 大学入ってからいろんなタイプの絵描いてやっぱり後から見るとあれはなかったなとあれはだめだったなみたいななんで当時はあれでいいと思ってたんだろうみたいなそういうのはちょっとありますけどでもそのさらに10年経ってあれ悪くないじゃんっていうのもありません一周回ってそうですねだから結局これって例えば3日経った時に あもっとこうすればよかったんだって、うん、その分かると言ってるけど、うん、それも本当に分かるなのかどうなのか <laughs> その時点での感想ですよねまた1年経ったら、うん、あれ分かってなかったになるから結局は分かんないですね分かんないですね、うん、だから作品っていろいろな場面で見ていけるようにするって大事だなって思いますよねうんうん、うんあ 俺こんんなの作ってたんだ。うん、<laughs> すっかり忘れてる作品とかもあって、うん、そうですねだからそういう点で言うと、うん、そんなに過去作を否定しなくてもいいのかなという気もするあそうです、ねはい、なんか「うわもう恥ずかしいです」みたいな「うん、昔のは」みたいな、うん、い,ういう人もいるけど。うん あんまりそうしないようにはしてますね、僕はあこの時はこの時でなんでこういう良さがあるとかそう、ね、なるべく肯定的にしてますね成長していくから過去の作品がすげえ出来の悪いものだって思うかもしれないんですけど、はい、そ,うそ,うそう思わないようにしたとかさらにこうおじさん化してくると、うん、その頃なん,てなんてお前は頑張ってたんだみたいな苦しんでるなみたいな、うん、手を差し伸べたいみたいな。うん <laughs> なんか若かったなっていうかそれその時にしかそれでしか定着してなできないんでもうそうですねだからその若かったというふうに言っちゃうと、うん、あの100%今より若かった時の作品の方が下っていう意味になっちゃうからそうでもないなとも思いますねやっぱりジギジギで絵はは変わっていいきますからねよもや話になりましたはい。はい <ん>今日は以上になります。それではまた次回です。そんじゃね、さようなら。